はいどうもチャンネルありです。はい、えー。今日はですね、えー、大阪の四天王寺孔神堂というお寺ですね、えー、についてお話ししたいと思います。えー、っとですね、まあ僕もここ、えー、行かせていただいたんですけども、あのー、非常にですね、あの場の空気が、えー、いい場所です。で、それにはですね、あの理由が一つありまして、えー、ここのですね、まあ、お世話する人がね、とても頑張ってるんですね。 えー、なので、その場のね、エネルギーはとてもいいです。でね、お世話も一生懸命されてるということでね、えー、私もこう素晴らしいお寺だなと、えー、思ったんですね。えー、このような、支天の高振動っていうところになります。はい。で、ね、こう、手水舎もこうありまして、えー、こんな感じになってますね。はい。で、実はですね、ここの高振動ですね、あのー、一つ、えー、 なんですかね、ポイントになるお話がありまして、えー、ここですね、あのー、お猿さんがですね、2匹いるんですよ。あ、置物です、置物。はい。置物っていうところっちゃいますけど、えー、まあ、そのうちのね、えー、1匹の猿の耳のところにね、あのひそひそ声でね、こう、えー、体に関してのお願いをすると叶えてくれると。 え、いう、ご利益のあるね、お猿さんがいるんですよ。で、えー、っと、これ何も知らなかったらね、えー、どのようにひそひそ話をしたらいいのかわからないって話なんですけど、実はですね、あのー、どっちのお猿さんのどっちの耳にお願いするのかっていうのは実は決まってます。はい。で、えー、っと、お猿さんに引きますので、えー、お猿さんを迎えにしたときに、えー、向かって右側のお猿さんの、えー、 左耳にひそひそ話します。なので、えー、向かってみてですね、えー、1体、2体とあるんですけど、向かって右側の一番右にある,ある耳に、えー、ひそひそ話で体に関するお願いをすると叶えてくれると、えー、いうことになってます。のでね、これをね、えー、知らずにですね、違う耳にひそひそ話してもね、ご利益はありませんので、えー、注意して行、えー、ってみてください。はい。これね、非常に大事なあ情報です。 はい。で、本当に、ま、この、あの、お世話されてる方がね、非常に一生懸命されてる方なので、もうどなたが行ってもね、こう落ち着く場所、癒しの場所になっていますので、えー、お近くでしたらなおさらですけども、遠方からでもね、ぜひ、えー、行ってみてください。はい。 えー、今ですね、チャンネラー竜と友だ、えー、LINE で友達になってくださいキャンペーンをやっております。えー、あとこの動画の下にですね、私のホームページとアメブロのリンクも載せてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、チャンネラー竜でした。